よいしょ。 OK。 踊ってたら崩れないよ。でキープします。顔周りも、まあ別にいいか。そんな今日はいいでしょう。これだけちょっといらないか。やばい、ずれちゃった。ああ。そう、動いちゃうんです。こうやってね。その前髪を整えてからキープします。はい、これで。まあ、いいか。キープしますね。あ、右向いたら鏡なの。ケープのか風では動かないよ。それはあの近すぎる多分。まず根元にかけます。なんか全然出てこない。出た。え、めっちゃ顔に汗かくよ。え、公園見てたらわかるけど、絶対にあの汗かいてる。えげつないぐらい。なんかすごいもん、私の異常じゃん。異常ぐらいかいてる。そう、めっちゃ汗かくんですよ。前髪は崩れないけど、まあそのために。え、待って、汗かいてないように見えてる。それもまあ嬉しいんだけどね。嬉しいんだけど、かいてますね。これは黒いケープですね。よく失敗したら洗いの洗うんですけど、最近はそんな失敗しないから。で毛先をこうやって、まあ、公演の時はよく動くので。前髪グルーってあるじゃないですか。まあ、わかんないか。前髪グルーっていうのがあるんですけど、なんか前髪を引きつけるノリみたいなのがあって、これマトメージュの前髪グルーをつけてます。それをつけるとペタってここが貼り付けれるので、あんまもう動かないんですけど、まあ今日はこんなもんでいいかな。終わり。毎日これをやってますっていう私の細かいお話でした。
公園の日とかは張り付いてます、前髪が。何時までショールームしよう。なってきた。これが今日の顔ですね。今日の顔ですねとか。終わった。って感じです。こんな感じで毎日メイクしてます。っていう配信でした。いや、仕事は抜け出さないでください。お願いだから。仕事を抜け出してまで見る価値あるかと言われたらもう何とも言えないね。何とも言えません。本当に眠いかも。まあ寝ちゃう前にスクショタイムしとこう。さて、なんか逆にね、何もないと眠いよね。こんなもんでどうでしょう。ちょっとあんま頭回ってないからこんぐらいがいいかな。願望、私の願望が、まあ、皆さんに通ってくれるんだったらこんなもんがいいです。すいませんね、ちょっと眠かったもんね。すいません。リップがない。最近これもらった、友達に。リリミューの03、あとリントの209と202。
2026、うん、こんにちは。あとシピシピの03、03ってから好きだね私。これを昨日も見てました。なんかあんまり漏れてないかも今日。あんまり漏れてないかもしれない、どうしよう。困っちゃう。それはもうちょっとシェーディングしようかな急にね。すいません本当に。なんか目が豆粒ぐらいちっちゃい。どうしよう。まあ、いっか。そんな感じでございました。本日の配信。こんにちは。私の目そんな大きくないんですよね別に。上げてる人いるよ半目の。あのねショールームのスクショは大体半目。なんかみんなあのこれで目開いてると思ってるんだろうね。あの目開いてないからそれと思って見てる。いつも見てます。もうかイベント全部外れちゃったのか悲しいね。なんかもかがそのマフィンくんに会いたくて、そのなんだっけ会いに行きたいからついてきてほしいって言ったからいいよって言ったんだけど全部外れたらしいです。あ、スクショしたのはあの目が開いてるもので、こんぐらいもダメだからね、マジで本当にこんぐらいもダメ。ちゃんとこうやって目開けてるやつでお願いします。他はダメです。他載せててもあの見ません。すぐシュッてやるね。よろしくお願いします。あとダイス食べよう。なんかさっきさ来る時に、まあ、午前中アイス買ったのになんかそう忘れてて溶かしちゃって、もう一回と凍らせた。よくないのは知ってるんだけど、なんか最近痩せたってよく言われるんだけどどう思う。どう思うとか言わないでほしい本当自分。あでも痩せたかもしれない。あごめん自分のスマホ見えちゃったね。どうなんだろう。まあ、痩せたことにしたい輪郭してるね。昨日公園で見たら痩せてた。体重は変わってないんだ実は。確かに痩せたって言われたなら痩せたんじゃない。
痩せにくい体質です。でも太りにくい体質でもあるし痩せにくいからとか、まなんかプラマイプラぐらいかな。プラマイプラはプラスないよな、ほんまに。感じかな。そこミラやると普通に疲れます。なんか疲れます、シンプルに。なんかどう考えても運動量おかしいじゃないですか、あんなの。筋肉痛になりますよ、もちろん。めっちゃ筋肉痛。あ、待って、ちょっと眠気覚ましになんか飲み物帰ってきてやだめ、自販機で。あ、でもちょっとそれはめんどくさいな。この服かわいいな。肩こりはやばいよ。なんかさっきもさ、めっちゃ音鳴るんですけど、ちょっとなんか肩こりっていうよりかはなんか肩周りの筋肉が硬直してるらしい。でもちょっと買うのめんどくさいからやめた。半にショールーム終わろうかな。ふう。半にって言ったけどもう終わろうかな。でも最近はちゃんとショールームをねたくさんしようと思ってる。肩こり、まあ、でも明日はこ何こ骨格矯正みたいなのあんじゃん。骨を動かすやつ、あれやってもらいに行く、通ってるんですけど、そのために起きる。まあ、でも行く30分1時間前ぐらいに起きたらぴったりなんじゃないかな。何時までやったんだろう。ドボン昨日やってたよ、私ドボンやってた。公演の日はドボンもやってるので、ちょっとそれを見てください、お願いします。ぜひフォローも待ってます。ショールームはたくさんしようと決めた。なんか私に当たらないって言うんですけど、意外と私のカードの人に当たってるから、まあ多分それは、まあ、気のせいです。当たらないのはそれは多分もっと回数やったら当たるかもしれないじゃん。だから、まあ、公演の前後のドボンタイムの時にやりましょう。特にその時間は絶対やってるので、ちゃんと告知を見ていただければなと思っております。そうだ、私アニメ全然見てないんだった。見なきゃ見なきゃとか義務じゃないんだけど。そうね、なんかショールーム終わったら TikTok 撮ろうかな。偉いね、ちゃんと毎日載せてるんですよ。これでもなんか私マジで飽き性なの。まあ、そんなことわかんないよって言ってくれれば嬉しいんですけど、嬉しいというか、まあ、ありがたいぐらいなんですけど、ほんまにまあ次は待って、TikTok を1万人まで頑張って毎日載せようかな。毎日載せたら誰かは殺してくれるでしょって思ってる。いや、
ゃあ そんなもんで TikTok も撮っていきますね。ほらドボン当たってる人もいるから、やっぱまあでも3日間4日間やるから大丈夫だよ、当たるよ。カラコンミンクのやつは無理です、できません、やりません、本当にできないので、ちょっとみんなが 笑われちゃうから嫌だ。あ、メイク終わっちゃった。じゃあそんな感じでした。何分に読めばいい？次ランキング変わったら読んで終わりでいい？急に多分42、3、12分には変わるから。こんな感じです。まあ結構長々やったので、そうね、そんな感じでした本日。明日は無理です、公演があるからできないです。その次の日もちょっとやることあるからできないかもしれないから、まあ、今日はレアということにして、見てくれてありがとうございました。お、公演に来てくれる。あ、ランキング変わったから読むね。どうやって読むのこれ。あった、ライブランキングね、いきます。13位、ミミさんありがとうございます。12位、クラボーさんありがとうございます。11位、瀬戸内レモンちゃんさんありがとうございます。10位、おーちゃんさんありがとうございます。9位、ルイージさんありがとうございます。8位、ゆきたんありがとうございます。7位、翼ほしいさんありがとうございます。6位たけしさんありがとうございます。5位、ケロさんありがとうございます。4位、ドラちゃんありがとうございます。3位、ビビアンドベベさんありがとうございます。2位、ひろきさんありがとうございます。そして1位、あゆちゃんありがとうございます。あ、初見ですって、ありがとうございます。そんな、私もうショールーム終わろうとしてたの、ごめんね、来てくれたのにせっかく、ごめんね。でもインスタとツイッターとインスタと X と TikTok やってるので待ってます。急な宣伝ですいません。この後は19時からイーケンなので、ぜひイーケンを見てくださるとすごく嬉しいですし、6時からは波動があるので、波動ぜひ皆さん応援してください。ポッケムリもう連続優勝しちゃおうと思っている誰だよって感じなんですけど、よろしくお願いします。待ってます。19時だと思うよ。ありがとうございました。よし、な、1時間40分ぐらいやったのかな、わかんない。ポケムリ好調なので、このまま優勝して花火を手に入れたいと思います。じゃあぜひまたショールームするので、その時は待ってます。ありがとうございました。またね、バイバイ。私は一人でカラオケして一人でカラオケして飲み物飲んでカラオケして時間潰して寝ます。バイバイ、またねー。